このレッスンでは Word2016 の主な機能についてサンプル文章を表示して紹介します。このコースで学習するツールやテクニックについても知ることができます。Word2016 は文章を作成するための高機能なワープロソフトです。文字書式の設定では書体や文字の大きさ、色などを変更することで文章のイメージを変えたりメリハリをつけたり、 部分的に文字を強調することもできます。また、文字に振り仮名を振るなどの日本語の文章を作成する上で役立つツールも用意されています。短絡書式の設定では、中央揃えや右揃えなどの配置替えに加えて、文章ウィンドウ上部に表示されるルーラというツールを使用すると、文字を入力する幅を自由に調整することができて、 文書全体のレイアウトを美しく整えることができます。また、文書作成では、このような表を作成することがよくあります。ワードには素早く表を作成するためのツールが用意されています。表を使用することで、文書の情報を項目ごとにまとめて、見やすく整列することができます。また、グラフィックスを挿入する機能もあり、このような 写真やイラストなどを挿入することで文書の内容を視覚的に表現することができます。写真やイラストに加えて、このようなグラフを挿入したり、図表を挿入する機能もあります。また、長文を編集する際には、左に表示されているナビゲーションウィンドウを使用すると便利です。ナビゲーションウィンドウは、表示タブのナビゲーションウィンドウにチェックをつけると、 画面上に表示することができます。ナビゲーションウィンドウには文書内に設定されている見出しが一覧表示されますので、見出しの項目をクリックして、見出しごとにページを切り替えて確認することができます。また、ページタブを選択すると、ページがサムネイルで一覧表示されますので、サムネイルをクリックしてページを切り替えることも可能です。長文作成機能としては、 ヘッダーやフッターにページ番号や任意の文字列を挿入することができます。また、この文書の先頭ページのように、目次を自動作成したり、最後のページのように作品を作成することなども可能です。その他にも、ワードには文書作成に役立つ様々な機能が豊富に用意されています。このレッスンでは、 ワード2016の主な機能についてサンプル文章を表示して紹介しました。